売れっ子芸能人の証は腕時計にあり、川口春菜、大手マピゲ、764万円、平野潮は850万円以上。投資目的も、女優、川口春菜28が自身のインスタグラムで公開したオフショットで身につけていた腕時計が注目されている。 評価額764万円もの高級ブランドの一品だが、最近では他の芸能人も高級腕時計を SNS などで披露するケースも多い。その背景には一体何があるのか。川口は7月17日にインスタグラムを更新し、複数のプライベートショットをアップ。その中でパフェを持つ手に映っていた腕時計が注目された。 見るからに高そうな腕時計はスイスの高級時計ブランドオーデマピゲのロイヤルオークシリーズの新作でダイヤモンドがあしらわれており定価は764万円とされているこのシリーズは腕時計コレクターの間でも憧れの対象で今後プレミア価値がつく可能性も高いです今をときめく人気女優さんにふさわしい一品ですよファッション誌の編集者 川口は過去にも同じく高級ブランド、ロレックスの100万円を超える腕時計をした写真をインスタグラムに投稿しており、ファンの間では腕時計にも関心が高いことで知られている。川口さんは19社もの CM に起用され、今年上半期の CM クイーン。年間契約料は1本3000万円とも4000万円とも言われ、本人の収入もかなりのもの。 高級ブランドの腕時計を複数本持っていても不思議ではないです。芸能事務所のマネージャー。平野市用、ロレックス、850万円以上。自ら稼いだお金で好きなものを買うのは当たり前のこと。選別には他の芸能人の腕時計も世間の字幕を集めた。 5月にジャニーズ事務所を退場、7月に戸部に合流した平野志陽さんもインスタグラムに映った腕時計がファンの間で話題になりました。こちらは定価850万円以上のダイヤが施されたロレックスのデイデイトのようです。前でのファッション誌の編集者。昔から高級腕時計をコレクションする芸能人は少なくないが、 昨今ならではの事情もそんな流れを後押ししているようだ。ここ数年高級腕時計は投資対象としてもブームになっています。オーデマピゲやロレックスの人気モデルになると入手も難しく定価以上のプレミア価値も期待できます。 実際、国内外を問わず資産運用の一環として、株や仮想通貨の代わりに人気高級ブランドの腕時計に投資する実業家や資産家も増えていますからね。同ファッション誌の編集者。加えて、前での芸能事務所のマネージャーはこう語る。見るからに派手な高級ジュエリーなんかと比べると腕時計の方が身につけてもそこまで叩かれない印象はあります。ね。実際、 川口さんにしろ、平野さんにしろ、インターネット上の意見を見ても、きちんと稼いでいるんだから別にいいと思うし、似合っている、や、ある意味ですがすがしい、といった好意的なものも見受けられます。今後も売れっ子芸能人たちの腕が注目されそうだ。